時刻は18時30分になりました。神木麗プロの話を聞いてみよう、司会進行の広瀬優子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は毎回ゲストに美容師さんをお招きし、神木麗と言われるためのお役立ち情報と印象に残るお客様のお話を聞くヘア美容情報番組です。はい、本日で13回目の放送です。ねえ、4月になりました。ねえ、なんか4月って感じしないですよね。本来ならお桜満開でワイワイガヤガヤやってるところでね、お花見があって4月が来るっていう感じなんですが、今年はそれがなかったので、なんかまだ4月っていう感じがしないです。今年はみんな自粛ですよね。皆さん、脳3密ですよ。ね、わかります ?3つ。脳の3つの中の1つは、換気の悪い密閉空間、ワイワイ。2、多数集まる密集場所、ぎゅうぎゅう。3、間近で会話や発生する密接場所、ガヤガヤ。これをやらないでおきましょうということなんですよね。で、今日もですね、ゲストさんとソーシャルディスタンシングっていうんですか、ちょっと間隔を置いてね、ハス向かいでお話をさせていただいてます。ね、もうとにかく物理的になんかもうできることをやるしかないですよね。今は小池都知事のおっしゃることを守っていくしかないと、もうそれしかないと思っています。はい、この番組ではメールを募集しています。毎回ゲストにお越しいただく美容師さんにお聞きしたいことがあればお便りをお送りください。メールアットマークワロップドットシーオードットジェイピー、メールアットマークワロップドットシーオードットジェイピー、どしどしお願いいたします。この番組には協賛企業さんがいらっしゃいます。オーガニックシャンプー、ロナロナの提供で30分間お送りいたします。皆さん、コロナの子を取ってロナロナで邁進してまいりましょう。本日も番組にゲストの方をお迎えしております。美容室お口、坂本優太さんです。坂本さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速坂本さんのお店お口についていろいろお伺いしたいと思うんですけれども、はい、はい、どちらにあるんでしたっけ。葛飾区新小岩。あ、新小岩ね。ルミエル商店街、はい、中に2軒。あ、そうなんですか。ルミエル商店街の中に2軒、はい、あ、そうなんですね、はい、でその中の1軒をお任せされてるっていう。そうですね、一応マネージャーっていうところで、あの2店舗見させてもらってるんですけども、僕はあの去年の8月に新しくできた方の方に、うんうん、あのおります、うん、エリアマネージャーとしてね、はい、素晴らしいですね。もうどのくらいいらっしゃるんですか。今の、お口に勤めまして、うん、丸20年ですね。20年、今日、はい、3月で、はい、ということはもうほぼほぼ高校卒業してずっとっていう感じですか。そうですね、僕18歳からこの会社に入りまして、うん、丸20年ということで。もうじゃあお口しか知らないということですね。そうですね、他の店には、勤めてない。でも自分のお店みたいなもんですよね。そんな感覚でさせてもらってます。ねえ、はい、でもこのお店すごく長いですよね、うん、はい、来年の2021年で、うん、創業50年。50年、はい、あ、そう。あ、じゃあ社長さんはもう2代目とか。そうですね、社長は、2代目になりますね。へ、はい、すごい老舗ですね。そうですね、地域だと一番老舗かなと思いますね。え、はい、でもそのお店にどうしてこう勤めようかなって、なんか昔なんかこうお付き合いがあったんですか。もともと僕の姉が、うんうん、姉も美容師なんですけども。あ、そうなんですか。姉もですね、うんうん、今のお口に勤めております。でその関係で、紹介っていう形で、うん、はい、勤めさせてもらいました。はい、あ、
もうじゃあお姉様がね勤めてるので、はい、そこに行こうという、まあ、仲いいですねご兄弟ね。そうですね、なんかいいつもりはないんですけど、ね、仲いいですよ、仲なかなかそういうことないですね。じゃあこの奥地のお店のなんかコンセプトっていうか、はい、なんかありますか、ここがちょっと他のお店と違うぞという。まあ、特に新しくできたお店の方は、うん、マンツーマンサロンという形で、うん、一人のお客様を一人のスタイリストが、うん、来店してから退店するまで、うん、つきっきりで、清掃を行うという形で、もう最初もうお招きしてからシャンプーしてから送り出すまで全部一人で、はい、はあ、そういう形で、はあ、なるほどね。あとなんかちょっとホームページ見させていただいたら、なんかトータルビューティーとかいう、ね、はい、頭の先からつま先まで美しくと書いてらっしゃったんですけど、はいはい、ヘア以外に、うん、まつげエクステやまつげパーマ、うん、あとネイルまでやっております。あ、そう、はい、じゃあ坂本さんも。僕はそこは担当してないんですけども、ネイルはしてない、はい、女性スタイリストがあ、はい、てらっしゃる、はい、兼任しております。坂本さんの方はもう、はい、美容室頭だけという、はい、ヘアサロンっていうだけなんですね。はい、わかりました。ちょっとねここで番組からお知らせがあります。はい、この番組ではですね、番組を応援していただける視聴者を大募集しております。登録 iOS 端末をお持ちのお客様は、紙きれいプロの話を聞いてみよう番組ページよりスポンサー登録をするという機能からスポンサー登録をすることができます。応援していただくと一口1万円で毎月先着5名様、1セットの定価が1万2100円のシャンプーとコンディショナーセットに、さらにもう1本ですね、シャンプーをつけてお送りいたします。ぜひ番組を応援してください。よろしくお願いいたします。はい、で坂本さん の, 美容室でもなんかすごいいいシャンプーを使っているっていう風に聞いたんですけど。はい、お医者さんと提携して作られた、うん、シャンプー剤、トリートメント剤っていうのがありまして、はい、ロナロナシャンプーもお医者さんと提携っていう風にさっき伺って作れ生まれたものなんですけど、ちょっと興味ありました。ありがとうございます、うん、坂本さんところのそのシャンプーはちょっと他社と違うのはどういうところが違うんですか。シャンプーは、うん、フルボ酸っていうものが、うんうん、主に使われておりまして、髪の毛を作ってる毛母細胞っていう細胞があるんですけども、うん、あ、なんか聞いたことある。そこに効かせて細胞分裂を、うん、活性化させるっていうところと、あと、もう一個シャンプー、黒色のシャンプーがありまして、うんうん、北海道の上の国町っていうところで取れる。上の国、はい、っていう。上の国って上の国の中で上の国、上っていう字なんですけど、はい、そこで取れるマイナスイオン鉱石のブラックシリカっていうものがありまして、それを粉末状に砕いたものをこう水で溶かして作ったシャンプー剤ですね、うん、マイナスイオンが発生しているっていうのが特徴です。シャンプーしながらマイナスイオンが発生するっていう感じですか。そうです。毛穴だとか、髪の毛の、周りとか、あと中についている汚れっていうのを、汚れってプラスイオンを帯びてるんですけども、そのマイナスイオンの力で汚れを吸着し落とすっていうのが特徴のシャンプーです。じゃあなんかこう長年ねこう詰まった油とか、はい、なんかそういうものが出てくると、はい、そうです。それを使ってシャンプーすると、特に長い髪の方なんですけども、うんうん、日頃のシャンプーとかの中にたくさんシリコンとかそういうのが混ざってるんで。あ、髪にね。はい、そうです。で、それが洗っていくと、シャンプーボールって白いボールがあるんですけども、その内側に目で見てわかるくらいドバドバっと油みたいなのがこうへばりつくんですよ。ほんと、はい、それをお客さんに見せるんですけど、お客さんがすごい驚かれます。ヘドロみたい。ヘドロまでは言わないですけど失礼だよね人によってはものすごい黒かったりとか、あと食べてるものとかタバコ吸ってる人とかでだいぶ色が変わる。怖い、はい、じゃあ分かるんですね、それで出てきたもので。はい、なんか何、若返りのなんか追求をしてらっしゃるっていう聞いたんですけど。そうですね、一応そう、若返りの追求を掲げているんですけども、うん、基本的にカラーとかパーマとかそういうのをさせてもらった時には必ずそういうもので、アフター処理みたいなのをしていきますので。
あ、毛穴の中を覗いていくという、はい、そうすると若返っていくんですか。そうです。どうしてもカラー剤、パーマ剤を使った時っていうのは、うん、頭皮に関しては負荷にしかならないので、それをいかに軽減させてプラスに変えていくかっていうところで、そういうのを使っております。なるほど。なんかヘアカラーって良くないって聞くんですけどね、うん、カラーしないわけにはもうどんどん置いていくばっかりだからそうですね。じゃあもうそれはしょうがないけど、まあ、シャンプーとかで、はいはい、中をクリーンにしていくっていうことなんですか。はい、そういうことです。そうすると、まあ、どんなカラーをしてもいいわけですか。どんなカラーをしてもいいっていうわけにはいかないかもしれないけど。そうですね、基本的にはどんなカラーにでも対応ができるかなと思いますし、うん、あとヘッドスパとか、うん、そういう部分でもそういうのを使っていきますので、うん、終わった後が髪の毛がそう余分なものを取れてるので、うん、触った時にすごい軽さを感じます。軽くなるの？はい、それをすがみっていう状態なんですけども、元の自分の髪の状態です。はい、なんで皆さん日頃自分の髪触ってて特に気づかないかと思うんですけども、うん、実は重くなってます、うん、コーティングされてるんですか？みたいな感じです。はい、それが取れるんで、すごく軽くなります。でカラーが取れるということとはまた違うんですか？違います。カラーは普通に染まるんですけど、うん、余分な余計なものが取れてるっていう状態です。はい、で色が薄くなったりとかもしない？しないです。はあ、何がついてるんですかね私たちの日頃の髪にはね。最近のシャンプー剤とかトリートメント剤ってものがある意味良くなってて、うん、すごいいろんな成分の分子が細かいんですね。それが残留してしまうっていうのが、残留、はい、残ってしまう。なるほど。それがだんだんついて重くなって、はい、剥げていくと こびりついてしまう剥げていく、重くなって剥げるってことはないか。毛穴に残ってしまうとそれが蓋をしちゃうっていう形で良くないですね。怖い怖い怖い。わかりました。じゃあ CM の後もですね、はい、まだまだお話を聞きたいと思います。まだまだ続きます。はい、髪きれい、プロの話を聞いてみよう、お送りしています。引き続きゲストの坂本優太さん、優太さんとお送りしていきます。ごめんなさい、お名前間違えた。大丈夫です優太さんです、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。優太さん、そもそも美容師さんをですね、目指したきっかけっていうのを教えていただけますか？はい、実家が両親ともに美容師っていうで、そこはそもそもきっかけだったんですけども、うん、中学校3年生の時に、うん、目指そうと決めまして、うん、高校の地元の高校に通いながら、うん、東京の、美容学校の方で通信科っていうのを入学しまして、うん、並行して3年間過ごして、うん、で卒業してすぐ18歳の時に今の会社に就職っていう。すごいですね。もう中3の時にね、自分の行き先を決めてたっていうところがすごいなと思いますけどね。はい、親にそういうふうに仕向けられたっていう方が正しいかと思うんですけども。なかなか、はい、私なんかもう57になってもまだ決まってないっていうお恥ずかしいところでございますが、素晴らしいですよね。じゃあもうずっとお口でね、もう高校生の頃から働いてるということですよね。そうですね。ね、じゃあそのね、20年ちょうどもっとですよね、高校生だからね、含めるとそうです ね働いてきた中ですっごい嬉しかったことってありますか？まあ、いっぱいあると思うんですけど、何か一つだけ挙げてって言ったら。はい、はい、お客様で、その小さい時から来てるっていうお客さんって結構いるんですけど、うんうん、もう今となったら成人したりとかっていう。ああ、そうよね。うん、である男の子がいたんですけども、うんうんうん、高校生にその子がなった時に就職とかどうするのって聞いた時に、うんうん、あと坂本さんみたいに美容師になりたいということで、うんうん、その美容の方の道に進むってことがあって、嬉しいね。で結果うちの会社に就職したってことがありました。本当、はい、すっごい嬉しいですよね。それは嬉しかったですね、個人的に。ねえ、はい、ね、今も頑張ってらっしゃる？今も頑張ってます。嬉しいね。もう可愛いでしょ。可愛いですね。自分の息子みたいな。ね、本当ね、はい、そんな感じですよね。まあ、それはすっごい嬉しい。じゃあ逆にもうすごい困ったっていうことありました？そうですね、まあ、言っていいかどうか分かんないんですけども、うん、新小岩っていう土地柄、うん、いろんな方がいらっしゃいまして、はい、
よく知ってますよ。放送していいのかどうかよく知ってますよ。もう今はね、マツコ会議の方でもね、よく出てますもんね、はい、新小岩、ね、月曜から夜更かしとか、ね、そうそう、そっちの方だね、はい、新小岩のね、はい、面白いおじさんとかね、あんなような方たちとか、いらっしゃるんですか、いらっしゃるんだ、はい、で自分が現場のトップなので、自分が基本対応しなきゃいけないんですけども、大変ですそうだいぶ慣れましたけど、はい、まあでも私結構新小岩好きですよ本当ですか、特にあのルミエル商店街そこは本当にすごいです、ね、でもさ結構楽しくないですか、いろんなものが売ってて。そうですね、あのね、いろんな本当お店があそこに集中してるので、ね、歩いてて飽きないですよ。昔からある店、ね、うん、私も大好きですよ。今はちょっとなかなか行けてないけど、あの子供が小さい時はね結構散歩してました。そこ、あ、そうですかちょっとあの辺っていうか、ちょっと違う小松が、で娘の友達がそこに新小岩に住んでたんですね。まあ、それもあって結構ね遊びに行った帰りにプラプラして帰るとかね、安いですもんね、あそこ ね、 安いですね、まあ、そういった新小岩にねぜひ皆さんも一度は足を運んでみてもらいたいなと思うんですけど、でまたねこのお店奥地のすごいなと思ったことが、私あのコロナ対策をすごいきちんとしてらっしゃるね、はい、お伺いしたんですけど、はい、徹底しております。ね、例えばどういうことをしてらっしゃるっておっしゃってます、ね、まず一つはスタッフ全員マスク着用という、うんところと、うんうん、あとスタッフとお客様には、うん、アルコール消毒と、うん、あと次亜塩素酸水の消毒、うん、空気のずっと消毒をしていらっしゃる、はい、ということですね。加湿器とかあと超音波、うん、あの空気清浄機みたいな、超音波空気清浄機も置いてるの、はい、その中に次亜塩素酸水も入れまして、うん、常に空気中も浄化してるっていう状態です。すごいですよね、はい、であと全部機材も消毒して、機材も消毒しますし、あと一入客ごとにあの使った座席とか、うん、シャンプーのお席とかっていうのも消毒して拭いてます。もうこれ以上やることないっていうことぐらいまでやってますね。できることをもうとにかくやるしかないかな、ね、もう本当それしかないですよ ね、はい、ね、でも本当皆さんだから安心してお口にね来てくださいって感じですよ ね、はい、ね、でもお客様もそこまでしてくれたら安心でしょ、安心してらっしゃるでしょ。はい、そうですね、お客様も、まあ、目で見て分かるくらいやってますので、安心してご来店いただけてるかなと思っております、うんうん、絶対そうだと思いますよ、はい、まあね、お人柄もねあると思いますけどもね、坂本さんがね、はい、では坂本さんが今この20年間、ね、このお店で美容室をやっていてすごいこう苦労したことっていうか悩んだことっていうのはありますか。そうですね、まあ、例えば人が育たないとか、育ったけど人が辞めちゃうとか、そう、はい、あと、うん、たった今の問題だとやっぱ求人難っていう、うん、よく聞きます、はい、美容師さんの数が減ってるんですって。そうですね、年々ちょっとずつちょっとずつ減ってってはいまして、うん、それよりも美容室の件数自体が増えてるっていう、うん、あ、そういうことなんですか、はい、なんでそっちとそのこっちの差がこう広がってってる。なるほど、はい、まあ、でも人口は東京の場合増えてるから、そうです ね必要なんだけど、そうか、みんなだって独立していきますもんね、ゆくゆくはね。そうなんですよね、なので件数自体、まあ、もちろん減ってってるっていうところもあるんですけど、あの総じて増えてる方が多いっていう。あ、そう、はい、で美容師さんになりたいっていう、ね、人も減ってるとかね聞いたことがありますよ。そうですね、あの内部業界的にもうちの会社的にもあのいろんな部分で働き方改革とかそういうので変えてきますけど、時間がね長いですもんね、うん、そうですね、時間もあと休お休みと、ね、あと給料と、うん、だいぶ良くなったんですね。だいぶ変えてきます。だって昔今もそうなのかな、お店が閉店した後にみんなお稽古してたじゃないですか。そうですね、もちろんあのそういう場面もあったりします、うん、あ、今もまだそれはあります、ですね、はい、うん、あとお店がもしあの日中ですね、お客さんもし少なかったりとかっていう場面があれば、うん、あのそこで練習とかもできるような制度があったり。なるほどね、はい、まあ、時間を結構有効的に使っているっていうことなんですね。まあ、さすがです。じゃあ将来的に坂本さんなんかこう展望とか夢とかいうのはありますか。そうですね、うん、やはりあの実家があの美容室っていうこともあるので、あ、そっか、はい、うん、まあ、後継ぎじゃないですけど戻っちゃう、はい、まあ、そこが親孝行なのかなと思いまして、あ、偉い、うん、喜ぶわよきっと、うん、お父様、はい、お母様言ってるの、
はい、もうずっと前から言われてるんですけど。そうなん、言われてるのね、はい、作ったよと。なるほどね。でも楽しみですね、今こう ね、はい、あの口で学んだことをそのままね持っていけるんですものね。はい、地元に恩返しできればと。素晴らしい、もう素晴らしいですよね。長野県好きですか？好きですね、はい、昔行った時はそんなことも考えてもなかったんですけども、あ、今こっちにいるのが長くて戻ったりするとやっぱいいところだなと。逆にね、小さい時は分からなかったけど大人になってね故郷を見るとね、いいところが見えたりとかね、はい、しますもんね。まあでもすごい20年間ここで頑張ってね、あの身につけたわけですからね、あのそれを持って素敵な、ね、美容室になるんじゃないかなと思いますよ。はい、そうなるように頑張ります、ね。はい、若返りサロンというのはこれはちょっと、ね、気になりますね。はい、ぜひお待ちしてます。はい、ぜひぜひ、はい、でも若返るということはね健康にもいいわけですからね。そうです。はい、ではね、ぜひぜひ皆さん気になった方は番組ページをご覧ください、ね、美容室お口です。はい、ではCM の後はエンディングです。はい、早いもので坂本さんエンディングの時間です。はい、ね、早かったですね。本日はいかがでしたでしょうか？とても緊張してこんな感じでいいのかわからなかったんですけど。全然緊張してないみたいな感じでした。はい、いえいえ、とんでもないです。お上手ですよね坂本さんね。何回かテレビに出させてもらったことがあったので、すごい多少慣れてるって感じは。いや、だからねすごいですよね。いえいえいえ、テレビなんでこう美容師さん紹介とかでですか？全く関係ないんですけど、あの幼馴染が、あのオリエンタルラジオの藤森、本当に、はい、その彼関係のバラエティを出させてもらった、すごくないですか？はい、あのそう、まさか友達がそうなると思わなかったので、バラエティ番組に、はい、あ、見たかった。今後出る予定ないんでしょうか？今のところないんですけども。あ、そうなんだ。はい、じゃあもしなんか出る機会があったら、はい、ぜひ教えてくださいね。はい、はい、じゃああのね坂本さんゲスト、坂本さんの店舗のお店、はい、お店からのですねお知らせなどはありますか？はい、あの先ほど言ったんですけども、あの求人なんですけど、新卒中途採用、あとパートさんなんかも今募集しておりますので、パートさんでもいいんですか？はい、もちろん。じゃあ、募集は、申し込みどうしたらいいですか？あ、直接店舗にあの、お電話をしていただければと思います。はい、美容室新小岩お口、はいはい、ホームページでもね、はい、出ますよね、はい、新小岩お口、はいはい、で検索してもらって、はい、ぜひご連絡をねしてください。はい、はい、もうちょっとでもいい、ちょっとでもいい、はいはい、猫の手を借りたいぐらいですか？はい、あの何でもいいので、あの相談でも何でもいいです。はい、はい、ぜひぜひ皆さん応募されてみてください。はい、では次回の放送は、2020年4月14日火曜日18時30分から。ゲストさんはロマネス神楽坂の志賀淳吾さんです。番組ではメールを募集しています。毎回ゲストにお越しいただく美容師さんに聞きたいことがあればお便りをお送りください。はい、では本日は坂本裕太さん、本当に本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組はオーガニックシャンプーロナロナの提供でお送りいたしました。